キシキパンパン、キキシキパンパン、キキシキパンパン、ペーンポー、して夜遅いよ。はい、ということでね、さっきまで僕働いてました。でね、疲れた時は何が食べたい？そう、甘いもの、スイーツだよね。やっぱり私スイーツ大好きだもんね。冷蔵庫の中見たらね、あ、これ買ってるの忘れてたって思ってね、紹介したいというふうに思います。こちらでございます。バーバリンコペンポン、ハーゲンダッツのスペシャリテピスタチオベリーでございます。おー、めっちゃ高級感半端じゃねえよな。あのハーゲンダッツのそのなんかスペシャリテっていうなんかそういうシリーズ、高級感があるバージョンなんだけど、はい、横こんな感じなんだけど、上のところがピスタチオ、2段目がベリー、ベリーソースで、一番下が今第4のチョコレートって言われてるブロンドチョコレートなんですね。だからブラックチョコ、ミルクチョコ、ホワイトチョコに続くブロンドチョコっていうのがね、今結構話題になってて、なんか女子とかがね、私やっぱり今気になってるのはブロンドチョコレートみたいな。だからハーゲンダッツさんもね、そのブロンドチョコレートを早速こう取り入れた感じですよね。でちなみにこれお値段ですね、450円します。コンビニでしか売ってないんですけど、だからスーパーで安く買おうと思っても無理だよ。450円で手に入れてください皆さんね。いらーん、なに、よしいか、みんな食べてみるぞ。俺がほら、まずはピスタチオアイスだけ食べてみるか。はい、食べます。あー、そのピスタチオ特有のその香り、ぶわっと広がります。甘みはかなり少ないです、このピスタチオアイス自体は。だからちっちゃい子供とかがバニラアイス僕大好きっつって食べたらめでってなる感じ。ベリーソースとブロンドチョコレート食べます。あ、めっちゃうめー。あー、幸せになれる。ちょっと待って、このまま酸素一気にいきます。あー、広がるね。あのブロンドチョコレートが甘いんですよ、やっぱり。だからピスタチオアイスは甘くないんだと思う。だからピスタチオの香りとブロンドチョコの優しい甘み、そしてそこにベリーソースの爽やかな酸味が加わってですね、これもうマックスの美味しさですよ、これ。マジでね、ちょっとお金に余裕のある人、もしくはこういうなんて言うんだろう、本当に美味しいアイスっていうのを食べたい人はね、今すぐコンビニに行きなさい。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。ハーゲンダッツピスタチオベリー、めちゃめちゃ美味しいでございました。これは食べてほしい。食べて感想教えて、共有しよう、美味しさを。ではまた明日の動画でお会いしましょう。ゆーぴーでした。メロー。